こんにちは、アラブチャンネルの開発サポート高橋です。よろしくお願いします。今日は検機が2台到着するということで、その話をお伺いできればなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして、アラブの代表のシロクと申します。今日はですね、我々検機とかの遠隔自動化いろいろ作ってきてますけど、まずは素の状態で2台油圧ショベルが来ますので、そちらから紹介していければなと思います。早速そろそろ来ますので見に行きましょうか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい雪の日ですね。あいにくの雪で、検機道路走れないんで、こんな感じでギリギリまで砂利ゾーンまで寄せていきます、ね。はい、ちょっと大きいですね。見ます。そうですね、大きいですね。まあ、高橋さんもね、もともとある原理試作機は見てもらってたんで、まあ、形はほぼ変わらないですね。あれが原理試作機ですね。そうですね、元々。はい、でちょっと違うのが、あれは解体用なんで、はいはいはい、なんかガードがついてる。で今回は、まあ、すごいノーマル機なんで、まあ、それガードがついてなくて、ブーム軸も、まあ、本来の位置にシリンダーがありますね。いやー、だけどでかいっすね。改めて近くで見ると何回見てもでかいなと思います。おもしろいだけど、これがもう慣れてるサイズ感ですよね。そうですね、もう何十台もこれに遠隔化したり自動化したりやってきてますので。すごいです、はい、ここからこれに今回は新しい技術を入れて。そうですね、ちょっとじゃあ2台目がまた来るんで、はい、時間あるんでちょっと室内でそのあたりを解説していこうと思いますので。ありがとうございます。先ほど見せていただいた検機とは、はい、あと試作機ですね、はい、じゃあそこのヤードではどういうふうなことが今取り組みとしてやられてるんでしょうか。そうですね、我々これ千葉県にある施設なんですけど、ちょっとお借りさせていただきながら、いろんな建設機械の実証実験やっています。なかなか全部の検機は持ってこれないんですけど、まあ、特に需要のある検機はこちらで事前にテストをして実証するというそういう施設になってますので、で、ちょっと共同の施設になってますので、我々以外にも自動車の試験やられた時とか、デリバリーロボットの試験されたりとか、いろんな方が出入りされる施設になってます。具体的にはざっくりどういうふうな今検機の改造だったりだとか試作機というのを今作られてるんでしょうか。そうですね、大きく我々遠隔操作、検機の遠隔操作と自動運転というの両方商品がありまして遠隔操作に関してはこのヤードの中に検機と接続するためのネットワーク、メッシュ Wi-Fi を構築してますので、そちらをもってして遠くから検機が動かせるっていうそういう試験ができるような感じになってます。あ、じゃあまさに、先日のプレスリリースにあった内容かなと思うんですけど、もしよろしければプレスリリースの内容をご紹介いただいてもどうですか。はいはい、そうですね、はい、わかりました。今回の商品が遠隔よりもさらに自動化の方に踏み込んでいる商品になってますので、ちょっとこのヤードから我々いるところからちょっと離れたところで分離器ですね、土砂を入れるとこう分離してくれる装置にこうショベルがこう積み込ん でそこに対してどんどん自動で行ってくれると、まあ、そういう自動積み込み機のティザームービーというのは公開したんですよね。これは今ちょっとこの使い方みたいなのイメージをこう紹介している形でして、まず人がこう乗り込ん でエンジンを今オンにしたんですよね。で降りますと、オペレーターが、はい、でこの後は装置をこうオンにすると、まあ、もう自動で動いてくれるというものになっていまして、このティザーではいろんなドローンを使ってその角度でキャビンに人がいないわけですけど、どういうふうに動いているかっていうのが紹介されているという、そういう内容になってますので、これあくまで今回運び込まれて2台ではなくて原理試作機の方になっているので、いろいろ粗があると言いますか、なので今回はこの原理試作機でやってきたものをさらにバージョンアップしていく、我々アルファ機って呼んでるんですけど、そちらを千葉のヤードで2台作っていくために、まあ、今日はショベルが運ばれてきたということになっているんですね。これはあれけど建設現場の方々は結構喜ぶような機能なんじゃないかなと思っ
って今ちょっとお伺いしてました。なかなか労働人口が下がる中、はい、でこのようなあの自動化の装置結構辛いニーズがあるんじゃないかなと思うので、ちょっと楽しみに拝見させていただければなと思います。はい、ちょっと外見で言うと、はい、まあ、いろんなアンテナとかがついてるんで、原理さっきはもうこれすでに高橋さんも以前見ていただいたように我々の機器が持ってるという感じで、まあ、でももう防水仕様なんで、こう雨とか降っても全然問題ないんですけどね、はい、あとはこの原理さっきは自動化だけじゃなくて遠隔もできるように作られてるんで、ほいほい、いろんなカメラとかも中がちょっといろいろ機体がありますけど、ああいう制御ボックスですね。であれが今これ原理作品なんでいろんな線があって、まあ、後付けでいろんな装置が乗っかっちゃってるんで、ここをまさに今高橋さんに図面を起こしてもらってますよね。はい、はい、ありがとうございます。高橋さんはこれついた状態の後しか見てないはずなんで、そうですね、そのやつがどうなってるかっていう。ありがとうございます。ちょっと 見ますか。たった今来たこちらが、まあ、何も乗ってない状態っていう感じで、おー、こういう状態で来るんですね。そうそう、これがまあ普通の元気で、まあ、見ての通り何も、なんでしょう、我々の装置は外見でもそうですね、まあ、センサーとかアンテナもついてないですし、この辺にボックスとかもまあ別にないっていう。でここにさっきのような装置がどんどん乗っかって、乗っかってね、で新しい機能がついたものが、はい、そうそう、まあ、なんでに何か同じやつ借りるんですかって疑問にもあるかもしれませんが、いろんなプロジェクトがあるんで、向こう側の現実作機はちょっといろんな予定が入ってるんですよね。なのであれをあれこれ改良するっていうのがなかなか人気者ってことですね。人気者その中からどんどん市場に出せる機能をこちらの方で導入して作ってくるんですね。そうで、こっちはもう今回の自動積み込みアルファ機専用でやるんで、まあこれもまあノーマル機ということで、ケーキもいろんなレーダーがあって結構難しいですよね。これを制御するの、車と比べるとすごいですね。今後のロードマップだったりだとかにちょっと伺えればなと思ってるんですけども、今回この現場にですね、あのスノーショベルカーが2台来たかなと思うんですけども、今後どのようなロードマップでプロジェクトを進められるのかというところと、また、このプロジェクトの意義に関してもちょっとお伺いできればなと思います。よろしくお願いします。まずここからの大まかな予定なんですけど、今はまず3月です。なので実はあの準備自体はあの高橋さんにも手伝いに行ってもらいながら1月から開始していて、3月中にはあのいろんなあの装置が取り付く予定になっています。で何らかソフトも動き始めるかなと思っています。でその後ですね、いろんな連続試験を重ねていって、6月にこの建設業界 CSPI っていう大きめのイベントがありますので、そこにあの2台のうち1台をあの屋内で整展示予定しております。その後はあのその2台をですね、あのいろんなあの連続のテストを開発機としてこなしていきながら、またあのすでにパイロット顧客ですね、ユーザーも決まりつつありますので、こちらにはまた別の機体ですね、4台目5台目っていうのが製造予定になっています。ソフトもですね、最初は単純な1箇所の積み込みしかできないんですけど、まあ、いろんなアップデートも控えている予定ですので、まあ、そういったものがどんどん進化していくというのがこの RX ですね。でそしてあの改めてこの RX の意義っていうところなんですけど、我々あの創業から5年ほど経つベンチャーですが、おかげさまでたくさんの実績ですね、お客さんに囲まれてここまで成長してきていますが、あのなかなか大手さんが実際多いということで、気軽に買える商品があのできてないっていう反省があります。そこであの RX では改めてあのゼロベースですね、あの不要な機能は除外して、で本当に必要なものだけを高めていくといいますか、いろんな方が手に取っていただけるような自動積み込み食料作っていくというプロジェクトになってますので、よろしくお願いしますと。で1月から高橋さんに開発サポート、あの大変お世話になってます。で特にあの、まあ、原理試作機ってところはあのアラブのこれまでのメンバーで作ってきたんですけど、高橋さんに新たにジョインいただいて、原理試作機を元にして今回アルファ機2台ですね、改良と製造をお願いしてますと。で特にメカ系の部品だったりハードウェアとか、あとはファームウェアも安定稼働するためにいろんな工夫が必要なんですけど、
このあたりですね、高橋さん実際担当いただいてもうそうだ2ヶ月経つそうかなっていうぐらいだと思うんですけど、改めて難しさみたいなお聞きしてもよろしいですか？いや、非常に面白いプロジェクトにジョインさせていただいてありがとうございます。で、今回ですね、アラブさんのプロジェクトに参画させていただいてですね、アラブさん一つ一つがかなりとんがった技術を、その自動運転に関してもそうですし、いわゆる検機のハードウェアに関しても今までのノウハウがすごい集積されているというところで、我々もそれをしっかり学びながらですね、量産に向けて必要な部分というのを積み込んでですね、順次開発しているような形となっています。で、その中でもやはりですね、それをしっかり言語化していく、図面に起こして言語化していくというところで、ちょっとなかなか苦労しながらさせていただいてはいるんですけども、非常に面白いものが今出来上がってきてるんじゃないかなということで、我々もだいぶこのプロジェクトには期待しています。今日はなかなかスノーショベルだけなので、実際に今高橋さんにどのあたりをお願いしているかとか、まあ、製造の過程っていうのをまたお届けできればなと思いますので、今回は検機、まあ、素の状態ですね、まず見ていただいて、でそこからどういうふうに今後、まあ、1個ずつつけていきますので、アンテナとかいろんなパトライトとかですね、その過程をこのチャンネルではお届けできればなと思っています。はい、ぜひ、次回そのあたり具体的なところも紹介しますので、チャンネル登録と高評価をお願いします。またですね、何か他にもリクエストがあれば、コメントや当社公式ホームページへのメッセージでも良いので、お知らせいただければなと思います。高橋さん、ありがとうございました。ありがとうございました。